川島実は、日本の政治家。衆議院議員、愛知県議会議員などを歴任した。福井県鶴ヶ市出身。定時制高校の建築家に学ぶ。1957年に日本社会党に入党。1961年3月、名城大学理工学部建築学科卒業。 1967年4月、愛知県議会議員選挙に日本社会党を公認で、名古屋市水北選挙区から立候補するも、時点で落選。1971年の県議選で、初当選。1975年、再選。1977年に、社会党を離党し、社会市民連合結成に参加。その後、 社会民主連合県代表を務める。1983年、4回目の当選を果たす。1986年7月6日執行の、第38回衆議院議員総選挙に向けて、社会党に復党。岡崎市明大寺町坂下に今日構え、元衆議院議員の太田和夫を選対事務長とし、旧愛知4区から立候補するも落選。 日本建設組合連合参与や名古屋建築技能、大学校校長などを務めた。1990年の第39回衆議院議員総選挙は、資金不足のため工事までほとんど運動ができず、決起大会を開いても集まるのは、組合委員が数十人という状況であったが、ドイブームの予勢を買って、得票数1位で、初当選を果たした。 1993年の第40回衆議院議員総選挙は、前回の総選挙で大規模な選挙違反を行った杉浦政権の陣営が失速。川島は、得票数4位で再選を果たした。1994年6月29日に行われた、主犯指名選挙では、社会党党首の村山富一ではなく、海部都市記に票を投じた。 翌日、川島は、新聞のインタビューに対し、社会党のはしご外しを狙う自民党を利するだけ、短命政権でしょうと答え、離党届を提出した。しかし党はこれを受理せず、除名処分。造反者は川島を含め衆議院で24名、参議院で4名、計28名に及んだが、除名処分は川島のみであり、他の27名については、 厳重注意と規律委員会に報告という非常に軽い処分であった。1996年の第41回衆議院議員総選挙は、新進党に移り、愛知県第12区から立候補するも落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙は、自由連合に移り、愛知県第4区から立候補するも落選。2001年、 第19回参議院議員通常選挙に倉返し、自由連合公認で、比例区から立候補するも落選。2006年、朝日中受賞受賞。2012年7月28日、騎手性人右自見により、岡崎市内の病院で死去。76歳遺没。ありがとうございます。